おはようございます。すみません、ちょっと関係ありましたんで、すみません、ありがとうございます。じゃあ、幹事の方、お願いいたします。おはようございます。おはようございます。官房上新聞課です。まずは大、これから大臣会見を始めます。はい、まず、大臣から冒頭発言の方、お願いいたします。はい。それでは、冒頭、私からは一件でございます。スーパーコンピューター富岳につきまして、昨日30日発表されました。スパコンの性能を競うランキングのうち2部門、具体的にはスパコンの実際の利用時の計算性能を表しますランキング、HPCG およびスパコンのビッグデータ処理性能を表しますランキング、グラフ500におきまして5期連続で世界1位を獲得しました。まずは関係者の皆様方にこれより敬意を表したいと思います。なおこれまで富岳が1位でございました2部門スパコンの単純な計算性能を表しますランキングトップ500および AI に関する計算性能を表しますランキング HPLAI につきましては米国のスパコンが新たに登場したことによりまして2位となりました。で今回 の1位獲得は2部門となりましたけれども、富岳は世界最高の水準の計算能力だけでなくて幅広い分野への汎用性や高い省電力性能の実現などを目標に開発したものでございまして、その総合力の高さは今回のランキングによって示されたものと考えております。現在の富岳は新型コロナウイルス感染症対策を目的とした研究であるとか、あるいは気象庁と連携しました特に線状降水帯の予測に関する研究など幅広い分野に活躍されています。ご存知のお茶と思います。で今後も富岳が産学官で大いに活用されまして、我が国の科学的そして社会的な課題の解決に向けまして画期的な成果が生み出されることが重要と考えておりますので、引き続きその支援を着実に実証してまいりたいと、そのように考えております。とりあえず私からは以上でございます。はい。大臣、ありがとうございます。はい、それでは質問の方に移らせていただきます。まずは幹事社から質問なんですけれども、はい、先日JAXA 宇宙飛行士の野口聡一さんが6月1日に、はい、JAXA を退職するという発表がありました。はい、でそれに関して大臣の受け止めと今後の野口さんへの期待を教えてください。はい。野口聡一さん、宇宙飛行士が本年6月1日をもちまして JAXA を退職されるということは承知をいたしております。野口飛行士は3度の宇宙滞在を通じまして日本人最多となる4回の船外活動の完遂や国際宇宙ステーションにおけるさまざまな実験の実施など我が国の有人宇宙活動を牽引する大きな成果を挙げられたことと認識をしておりまして、そのご功績に心から敬意を表したいと思います。先週25日の会見では今後は民間の立場から宇宙開発や人材育成に携わりたいというお話をなさっておられました。そう聞いておりますので引き続きの活躍を記念をいたしております。野口さん57歳ですから、民間人になられるわけですけども、そういった経験とか、いろんな知見をあらゆる場所で、この分野というわけではなくて、分離融合の時代ですので、いろんなところに出て行って、そういう話を伝えてやっていただきたい。特に若い人たちをそういう舞台に引っ張ってもらうというんでしょうか。いろいろとその宇宙のことについて興味を持つ。あるいはまた、そういう、人生観を伝えてあげてほしいなっていう、そういうことを強く願っております。わかりました。ありがとうございます。すみません、大臣、この次の国会ってありますので、今回はこれで会見の方終わりとさせていただきます。今日はありがとうございます。すみません。すみません。一方的に申し訳ないです。すみません。